様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時の配信です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれました。明けましておめでとうございます。皆様、2014年の夢はどんな夢を描いておられますか？私は2014年の日本は本当に戦後初めてという大変大きなチャンスを与えられている年だと思います。日本の周辺の国際情勢を見ますと激動しています。すべてが変わる、その中で日本が国家として、また日本人としての気概を持ちさえすれば、この大変化は大きな挑戦、大きな好機に結びつくと思っています。その意味でこの番組も皆様方にその時々必要な、とっても大切な情報、こういうふうに考えたらいいんじゃないか、こんな勇気を持ったらいいんじゃないか、そういうことをお伝えして今年も頑張ってまいりたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。さて、新年初めてのお客様はこの方です。百田さん、ようこそおいでくださいまして、はい、本当にありがとうございました。どうぞお招きありがとうございます。もう2013年は雑誌を見てもテレビを見ても新聞を見て もう百田さんのお顔が出ない日はなかったと言っていいくらい、いやいや申し訳ないです。凄まじい活躍をなさいました。ちょっとここでですね、今までの百田さんのこの歩みをちょっともう本当にポイントだけまとめてみたんです、はい、この最初にですね、2006年に永遠のゼロ小説家として、そうですね、8年前ですね、はい、その時が50歳だった。そうです、はい、すごいですね。それからボックス、モンスター、それからいろんなこの黄金のバンタムとかですね、いろんなものをお書きになって、はい、これ全部分野が違いますよね。そうですね、同じジャンル一つもないんですよ。そして夢を売る男、海賊と呼ばれた男、はい、これが凄まじい売れ行きで。そうですね、海賊と呼ばれた男は176万部になりました。いや、ここにもですね、はい、あるんですよ、海賊と上下2巻でですね、はい、これ上下2巻というのはなかなかね、はい、売れないと言いますけども。そうなんです、出版社もね、もう最後の最後まで、出版直前まで、百田さんこれもうちょっと削って1巻にならんかって言われたんですけど、ダメやって言ったんですか。はい、2巻は売る自信がないって言ったんですけど、確かに私もね、こう2巻は売れないんだろうと思ったんですけど、でもこれ以上は削れんと、もうだから売れなくてもいいからこの2巻で出してくれって言って、もうなんとかお願いして、まあ2巻で出していただいたんですが、そこが素晴らしいと思うんですよね。そしてここにもちょっとこれ思考の音楽という、はい、クラシックについてもお書きになっていらっしゃる。そうですね、はい、私クラシック大ファンなんで、もう40年間ずっと毎日クラシック音楽聴いてる、毎日聴いていらっしゃる。毎日聴いてます、はい、一番好きなクラシック何ですか。まあ、一番好きって難しいと思う。そうですね、まあ、作曲家ではやっぱベートーベンです。ベートーベンが好き、はい、ああなるほどね。ベートーベンらしいこのダダダダン。そうですね、ベートーベンの音楽というのはね、本当にね、どんな困難にあっても、その困難に立ち向かっていて、最後はそのいわゆる襲いかかる運命ののど首を締め上げるというのはね、もう最後こう高らかにこう勝利を宣言するという、そういう音楽なんですよ、まあ、もちろん若い時とか中期の時、はい、まあ、中年の時ですけどね、で晩年はまた音楽変わっていくんですけど、本当に力強い音楽です。いや、その音楽を書いたと思ったら、今度は、まあ、これは前に書いた本ですね。これがデビュー作なんですね。そうですね、はい、永遠のゼロ。そしてここですね、私実はこれの太田出版から出たハードカバーの方を持ってるんですが、はい、ありがとうございます。これ今出てる文庫本の方で、はい、これをずっとこれだけ厚いものがですね、そうですね、原稿で1000枚ぐらいですありますかね。原稿で1000枚、はい、わあすごいですね。いや、これが今映画になりましたね。はい、もうすごい映画 もう大ヒットでありがたい話です。いや、このスタッフの中にももうすでに映画を見てきて、はい、あ、そうですか。もう泣いたという人がいますし、いや、もうほとんどの方泣いてありますね。そうですね、はい、私この文章を読むだけで、うん、やっぱり何箇所かこう涙が出てくる。 ありがとうございます。東方、まあ、配給が東方なんですけど、はい、東方のその人たちがみんなびっくりしてるのは、その普通、まあ、映画館で映画終わってから、
観客が拍手することなんかないっていうの。でも、そう、もう方々の映画館で終わってから観客が拍手してるんですよ。あ、そうですか。はい、で拍手しない場合でも、いわゆるエンドロールがありましてね、番組が全部終わってからいわゆるスタッフ、キャストの名前がずらーっとこうエンドロール出てくるんですが、音楽になってね、普通はその間にみんな観客立って席に立つ、帰る、ところはその間誰も立たないんですよ。じーっと座ったまま場内、最後音楽終わって明るくなって初めてようやく立って出ていくという、はい、百田さんね、はい、百田さんの作品、まあ、ミリオンセラーになって、それほど映画が終わって拍手してみんな誰も立たない、何がこの日本人の胸を打っていると思いますか？そうですね、あの、まあ、永遠のゼロに関しましては、はい、やっぱりその、まあ、永遠のゼロはね、まあ、たまたま、まあ、よく売れまして、今390万部売れたんですけれども、まあ、若い世代が、特にこれを今たくさん呼んでおられて、でその若い世代はインターネットとかでよくこう自分の気持ちとかすぐ簡単にこう配信されます、はい、配信とかアップされますね、でそれを見てますとね、一番多い感想が、はい、知らなかったっていうのが多いんですよ。知らなかった、はい、うん、あのつまり、まあ、本当は皆さん知ってる、1941年に真珠湾攻撃が始まって大東亜戦争、それから、まあ、45年にポツダム宣言受諾、そんでその間に、まあ、広島の原爆、長崎の原爆、あるいは東京大空襲で、そして300万人の命が亡くなった、うん、これは過剰書き的な知識としては知ってるんですけれども、うん、その実際にその時代に自分たちのおじいちゃんおばあちゃんがどんなふうな思いで生きてきたのか、うんうん、そしておじいちゃんは、あるいは中国大陸、あるいはその東南アジア、うん、あるいは太平洋の島々でどんなふうに戦っていたのか、うん、そういうことを何も知らなかった、つまり日本があの時代をどんなふうに、うん、世界と戦って滅んでいったのかを知らなかったっていうんですね、うんうん、はい、学校で教えることとかね、まあ、その新聞とかが伝えることは、うん、まあ、従軍慰安婦とかですね、はい、こういうその歴史の事実に基づかない、はい、まあ、いわば捏造された日本を批判する、はい、足ざまに言うことしか教えてないわけですから、そうですね、このその永遠のゼロに出てくるその主人公たちはですね、このお孫さんたちも含めてですね、みんなやっぱりその日本人の純粋さというか、うん、あの真のところの優しさと強さとね、うん、それから自分だけのためじゃないというものを持ってますよね。そうですね、それが受けるのかなと思ったりして、はい、それであの、あと若い世代がね、すごくやっぱり多いな、あのまたこれもすごく多い感想なんですけど、ああ、なんで5年前あるいは6年前あるいは10年前に死んだおじいちゃんおばあちゃんに話を聞かなかったんだろうと、うん、そうね、今やったら聞けるのにもう聞けないっていう、まあ、そういう感想がすごく多いですよ、で、まあ、そういう感想を聞くとねすごい切ないんですけど、でもやっぱり若い世代がこの永遠のゼロを読んで、あの時代日本はどんなふうに、日本そのものがあったのか、はい、いうことをもう一度知りたい、あるいは調べたいという人がすごい今増えてるんで、これはいいことだと思います。あのね、僕は実はもうこれ前から僕の持論なんですけども、あの大東亜戦争というのは、日本のこの2000年あるいは3000年かかりませんけど、その日本が生まれて、この2000年以上の歴史、2700年、はい、の歴史の中で、最も大きな事件やと思うんですよ、こんな大事件ないんですよね、はい、もう言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集しております。会員になっていただきますと、桜ライブの収録動画や講演 VTR をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジン、これまでに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには会員登録をしていただき、月々に会費945円または年会費1万500円をご負担いただきます。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネットテレビを運営いたします。